それでは会見の方を始めさせていただきます。まずはそこヘッドコーチから、本日の試合を振り返って総括のコメントをお願いいたします。本日いつもと同じような感じで、今日は本当にこんなにたくさんの、ファンの方で、またメディアの方々が来ていただいて、本当に、お芋もすごい嬉しかったんじゃないかなと思います。試合の方で言うと、前半ちょっとタッチがどうかなっていう感じでは本人も言ってたんですけど、でも本当にやっぱさすがだなっていう42点ですか、はい。残念ながら僕から、いいパスっていうのはもう本当に最後のラストショットのあそこでしかなかったかなっていうところだったと思うんですけど、非常に自身も楽しみましたし、今日参加してくれた現役のBリーガー、それと引退した選手たちも、みんな笑顔で楽しんでくれたっていうところもあって、よかったと思います。我々レジェンドチームもいい負け方をしたんじゃないですか本当にいっぱいいっぱいのところ、現役の選手にも手伝ってもらいながら、でしたけど、よかったと思います。ありがとうございました。それでは続いて櫻井選手、お願いいたします。はい。まずは最後の話でも話したんですけど、今日こういう堀本さんの引退試合が無事に2年越しに開催されて、無事にみんなが怪我なく終われたことを今ほっとしてます。試合内容はいろんな、状況がありながらも、若い2人が、比江島選手、田中選手がチームを移動して、いい点差のいいゲーム内容にしてくれたのもあって、盛り上がったんじゃないかなと思います。あとやっぱり森本さんのその42点っていうのは、みんなが打たせてくれたにしろ、やっぱりその42点取るっていうのは、なかなかできないことだと思うので、やっぱりそこは改めて得点能力の高さというものに関してすごいなっていうふうに思いました。いろんな、状況がある中で、堀本さんがその引退っていうものに対してなかなか踏ん切りがついてないような、印象を受けてたんですけど、今日このように盛大に堀本さんの引退試合が行われて、その気持ちが、晴れたんじゃないかなっていう顔を試合後してたので、そこも本当に僕も嬉しかったです。以上です。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問のある方、ご質問をお願いいたします。ご質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。お疲れ様です。2人ともチームの代表もかなりお付き合いが長いと思うんですけれども、宇野選手のキャリアを改めて新たな視点で振り返っていただけますか。僕から見て、ですね、やっぱり単純にその49歳という年齢までバスケットを続けたことの凄さもそうですけども、あとやっぱりあの年齢まで続けて、その若い選手たちが対等に喋れるというか、どの世代の選手とも仲良く話ができて、というところが僕は堀本さんの凄さだなというふうに思ったので、今日の試合もこれだけ幅広い世代の選手が集まったっていうのは、やっぱり堀本さんの人柄だったりとかキャラクターがあったから成し得たことだと思いますし、なかなかやっぱそういう選手っていうのはこれからも出てくることはないと思うので、だから堀本さんらしい、堀本さんにしかできない試合になったなと思いました。はい。すみません、何でしたっけ堀本選手のキャリアを
そこをヘッドコーチの視点でこう振り返っていただけると。まあもう一言で言って、まあ、本当に真のレジェンドなんじゃないですかね。まあ49歳までの現役生活、まあ、これからですね、この B リーグ、まあ、今日あの現役の選手もあのかなりあの来てましたけど、果たしてまあオリモを超えられる選手が出てくるのかっていうところも含めてですね、でもうまあもう最大のオリモの魅力の一つとして、いわばその究極の負けず嫌い、はい、ここに尽きると思います。やっぱその引退するときにですね、自分もまあ本当に引退を経験してますんで、その時にやっぱ若い選手にやっぱその負けたくないっていう気持ちが、勝ってる間はもうずっと現役を続けられると思うんですけど、もうやっぱその負けを潔く認め始めると、引退にどん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 近づく、そういう中でやっぱ49歳までその現役を続けられたっていうところ、それはもう本当に彼の本当スポーツ選手としての最大の良さだったんじゃないかな。やっぱ長く現役を続けるそのいろいろ各スポーツ のレジェンドの方いますけど、やっぱそれがなくなったら、はい、多分引退になると思います。まあ、今日最後 のスクリーン の映像を見てても思いましたけど、足首の怪我、あそこでやっぱある程度レストの時間が長かったっていうところ、あそこがなかったらまだまだ1年2年、はい、やってたと僕は思ってます。はい、そういうやっぱきっかけっていうところでね、まあ自分の気持ちが負けてしまったかなっていう、まあここにいるね櫻井選手もそうですけど、はい、やっぱ櫻井選手が、まあ、今日ぐらいどん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 やっぱそうやってる姿を見ると、まだまだ現役で続けそうだなっていう、はい、そういう風なものを感じますし、はい、やっぱそういうものだと思います。僕は現役時代特にやっぱ代表でしか、はい、一緒にはゲームしてませんでしたけど、やっぱそういう部分でどんな選手に疲れても、はい、どんな場面であってもですね、自分を貫き通すという、はい、織物そのスタイルというものに関して僕はもう本当にずっと リスペクトしてましたし、はい、そういう部分が僕は大好きです。はい、ありがとうございます。はい、それでは会見開始いたします。まずは本日の試合を振り返ってコメントをお願いいたします。はい、そうですね、本当にもう楽しくて、幸せだったっていうことだけですかね。まあ、本当にこの引退試合を開催するにあたって、たくさんの人たちに、ご支援ご協力をいただいたっていうことも含めて、まあ、非常にありがたかったなという思いと、まあ、本当に国家斉唱もね、夏山千春さんがやっていただき、まあメッセージでも大黒幕さんだったり、まあ、川淵チェアマン、元チェアマンの川淵さんだったりって、もう本当に忙しい中ね、まあまあ、僕のこの舞台に、まあ、忙しい中駆けつけてくれて、本当にありがたかったなという思いしかもう言うことがないかなと。あとはもう本当に現役の選手も含めて、まあ日本代表の合宿だったり、まあ、あとはまあ、体を、ね、休めなきゃいけない時期にもかかわらず、まあ、こうして声をかけさせていただいて、まあ、快く了承していただいてこう来てくれたことに関しても感謝ですし、また現役を引退されたね選手に関しても、まあ、なかなかもう、ね、僕は2年ですけど、まあ、サポを筆頭に、ね、かなり年月が経っている選手がいたので、なかなかコンディショニングを合わせるのは難しい中で、ね、こうして、まあ、一緒にこうプレーできたということも、まあ、非常に僕にとっては幸せな時間だったなというふうに感じています。
あとは本当に、こんな時期にもかかわらず、多くのファン、またブースターの人たちに、まあ、会場を埋め尽くしていただいて、まあ、久しぶりに見る光景で、まあ、そんな中最後に、ね、プレーをできたということは非常に幸せでしたし、まあ、自分の中で、本当にこうプレイヤーとしての一つの区切りがようやくこうつけられたなという思いでいっぱいだったので、結構こうすっきりしています。はい、ありがとうございました。それでは質疑応答していきたいと思います。ご質問などお願いいたします。鈴木さんです。はい、お疲れ様です。まあ、これだけもう豪華なメンバーが集まってくださって、はい、本当にお姉さんの凄さを感じたんですけれども、はい、このメンバーの皆さんを呼んだ時のエピソードというか、どういった、はい、こんな感じで声かけたとか、そういったものを申し上げれば。まあ、本当にこの27年間というのは、まあ、たくさんのプレイヤーと切磋琢磨してきましたし、まあ、多くのライバルがいて、まあ、その中で、まあ、やってきたわけですけども、まあ、本当に僕とこう関わった選手をこうまだまだ本当はたくさんの人を呼びたかったんですけども、まあ、なかなか人数的にもそういうわけにはいかなかったので、本当にこう深い関わりを持った選手に声をかけさせていただいて、なかなか声をかけた選手でも都合が合わなかった選手もいた中、まあ、こうして、本当に、まあ、現役の選手から、まあ、引退された選手も含めて、来ていただけたことは非常にありがたかったなというふうに思いますし、まあ、それぞれ、一人一人ね、思い入れはある選手たちばかりだったので、比江島と大輝に関しては、まあ、オールスターでね、いろいろと話をしたり、していたので、まあ、本当に今日本を、ね、代表するプレーヤーの2人ですから、まあ、非常にああいう形でね、会場を盛り上げて、プレーで、ね、くれたことに対しては、まあ、感謝もしていますし、まあ、トムヘッドコーチの場合は、まあ、僕が本当にこう初めて、まあ、学生から社会人になって、まあ、初めてこう外国籍の選手と、まあ、初めてこうプレーをして、まあ、間近でいろんなことを彼から教わり、こう僕のこう目指す敵、姿、彼は本当に素晴らしいスコアラーだったので、まあまあ、僕の良きお手本になった選手でもあった。まあ、非常にね、合宿期間中で忙しい中、まあ、こうして来てくれたということは大変感謝もしてますし、まあ、本当にそれぞれこう話していくともうみんなあるので、まあ、ここではちょっと、ね、なかなかその時間的なこともあるのでなかなか言えないですけども、本当に深い、つながりがある選手ばかり言わさせていただきました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。